こんばんは。北九州市で今日、小学生を対象にしたオリンピック・パラリンピック種目の体験会が開かれました。北九州市立総合体育館で開かれたのは、子どもたちがオリンピックやパラリンピックの競技を体験するイベントです。小学生45人が参加し、野球、サッカー、バスケットボール、それに車いすバドミントンの4種目を体験しました。このイベントは、子どもたちが本格的にスポーツを始めるきっかけを作ろうと北九州市が開いているものです。元ソフトバンクホークス投手の高橋秀明さんや、車いすバドミントンの国際大会で優勝経験のある山見誠二さんなど4人から指導を受けました。車いすバドミントンが一番楽しかった。いつもとは全然違う。足で歩いてるからなんか買いやすかった。北九州市は今後も子どもたちにさまざまなスポーツに触れる機会を提供したいとしています。